痛い痛い痛い、それはあかん。かいまる行ってきゃー。よし、で行ってみよう。小口大、さてどうなるかな。おーおーおー、仁王2で見たことあるぞ、こんな感じの。音楽もそれっぽいね。なんかいるな。その上卑怯じゃない？まだ来るのか。高台卑怯だよな。ほい、上は特になし。よしよし、あ、宝石出てくるんだね。獣の蹄、ちょっと肘肉は、ちょっと待った、全然吹っ飛ばんじゃん。あー、レベル差があるからあれか、耐えれないのか。そうか、やばいな、それはそれで。ほい、ほい、あいてて、なんでなんでダメできなかった？痛い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 、ちょっと待った。何に当たって今？ああ、それか。マジか。難易度違う意味で高いな、ここ。トラップが多すぎる。初め一発はきついって、ほい、これは食事をちゃんと取ってくるべきだね。あれだよ、いてー、そりゃあかんって、それはいかんわ。なるほど、あー、これうまく使って倒した方が良さげだね。おおおおおお、めっちゃかまいたちいいやん。
かまいたち軸にして、やってしまってもいいかもね。やばいやばいやばい、あー危な。あーでもさっきよりかちゃんと進めてる。多分なた出てくるんだろうな。隠しはないよね、いくらなんでも。やばいやばい、これはいかん、これはいかん。あーどうしようどうしようどうしよう。でもここ突破すれば、よしよしよし、とりあえず鳥だよ鳥、問題は。あー君来るのね、あっな。痛い痛い痛い、それはあかん。多分気合でいけるな。これでダメだったらおとなしくレベル上げいこう。出だし一発だって強えわ。お、金鉱石出た。これはやられそうだったらもう逃げよう。さすがに新しいのが出て引かないのはちょっと違う気がするな。いいよ、スタミナ切れで回せない。うん、刺さるな、いや刺さるな。いやいや、スタミナあってもあっても足りないもんな。でもって、あーマジか。そうか、今しかも落ちてやられてたね。意外とレアだな。さあ小口大、まあキャラ強化されてるわけではないんだけどね。痛い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 、それが痛いんだ。
いやー強え、あっち普通に強えな。あー出ないか、まあ、多分いらんほど出てくるんだろうな金は。そのうち痛いね、それそれはちょっと、うーわマジか。あこれはいや、スーパーアーマーが効くんだよな、差がありすぎると。このスーパーアーマーに毎回やられるんだよね。かまいたちの前進するのが優秀なんだよね。ほら、来い来い。あれ？上待機すると戦いやすい感じかな。そんなんだったらマジでありがたいんだけど、上待機できないもんな、ここ。よし、順調。あーダメか、やっぱかまいたちで。痛い痛い痛い、やめんしゃい。やばいよねこいつね。やべ、またウサギ。おー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 おお、そんな攻撃はヒートラン。よし決まった。よしこれでオッケー、熊肉ゲットか。意外といけたね。陶石ガキと、陶柱、モグラの炎症洞窟に行けると。あーやっぱ倒す系、あー腐破する、うわーそういう感じか。さて陶石ガキ行きますか。衝突ね。いて、あー違う違う違う、もうね衝突で倒せって言われたら達成しないとね。結局このゲーム探索度上げないと、まあさっきやったクエストのノルマだね、あれクリアしないとそもそも次のマップ出てこないんで。これ便利なんだよな。よし、ほい、ね、今どれくらい。あーまた3体か。衝突、あーそうだね、衝突は当てないといけないからね。おう、一体急に出てくる。
このイタチめっちゃ強いよね。あの必殺技みたいなやつとか。これちなみに、あーそういうやつね。さてさて、痛い痛い痛い、うおー、ちょっと待った、奥、あら、イノシシどっか行ったか、他行こう。この先が、いやー金出ないな、ほんとたまたま出たんだね。なんかめっちゃめり込んでいったけど、めっちゃ地面めり込むやんこいつら。そうか、結構塊で来ないからそれがそれできついな。はい、飛んでいって、半分持っていくのはダメよ。いや、どうしよっかな、こうなると。あ、よしよしよし、いい、一体ってもんじゃねえぞ、もう。やばいやばい。おお、貫通してきたし。ちょっと待った。しかも食事の効果切れちゃったよ。向こういるね。これ多分先、あ、てか何回アイテムでゲットできてたんだ。あー、これはちょっともったいないことなりそうだから。でゲットできたのがこれだね。ムジナの歯が、ムジナ折りが、あー、あのあいつムジナっていうのか。まあそれがゲットできたっていう感じか今回。ここに来てまだ新しいアイテム出るか。さあ、久しいイベントと。外は誰もおらんようじゃの。みんな家に入っておるのか。あーってことは家に入るとなんか起きそうだな。じゃあ早速入ってみますか。仲間内で寄ってたかっていじめられ、命からがら
逃げてきたのではないかと思われまする。マンズひでえ怯え方してて見てられんかったちゃ。歩けるようになったらのに話しましょう。それまではここに。ならならん。鬼は鬼じゃ。おひいさまのおっしゃる通りじゃ。これは尋常なる獣ではない。鬼と横島にして悪であるがゆえに鬼なのだぞ。逆恨みこそすれ恩義など感じぬ。今とどめを刺しておかねば後で何があるか分かったものではない。しかしこのような深手で何ができましょう。ああサギならこれまで何度も殺してさばいて皆が皆食ってきたではないか。何を今さら綺麗事を。うまくは申せませぬ。身勝手も承知の上。しかしどうしても放ってはおけぬのです。裏からもお願いだ神様。助けてやってけらい。けけらい。これで震えて息も絶え絶えで。とてもじゃねえけんとも。こいなの殺せぬす。めば刺すべきだ。聞いた。あめえのもいいけんどもな。ほいでこっちが殺されちゃ元も子もあんねえ。そんながほいのこと語るなんてやんだ。少しでも歩けるようになればすぐに追い出す。それまでの間じゃ。いつまでもここで飼うつもりはないぞ。おひいさま、なりませぬぞ。二度は言わん。さくな様。神様。おいボケ侍、刀は手元に置いておけ。いざとなればお主が切るのじゃぞ。わしは風に当たってくる。おひいさま、お待ちくだされ。おひいさま。どいつもこいつも。そうか、まさかの鬼が逃げてきてるっていうのは意外だったね。ってことはそれだけあの砦は荒れてるってことか。はあ。